とグラウンドがねちょっと滑るのがね気になりますけどね、はい、さあそして今日はピッチレベル堀池さんにお願いしています。元日本代表堀池つくみさん、はい、はい、立ち上がり日本どうですか。積極的に守備してますね。どんどん中盤の稲本と戸田という選手がね、中盤どんどん潰してます。で今ドルシエ監督が結構フォワードに守備のバランスを取るということをねすごく言ってますね。でもう一つグラウンドのことなんですけど、今日芝生が柔らかいっていうんですか、ターンした時踏ん張った時芝生が剥がれるんですよ、はい、それがグラウンドピッチ上は少し気になりますね。稲本から柳沢抑えました。6番この人がネスタ、イタリア代表の要です。最終ライン中央に入っています。この時間帯まで非常に日本のね、特にハーフラインあたりのプレッシャーが非常に効いてますね。ただ試合は90分やりますから、このペースはどうしても保てないから、どこかでね、どうリズムを取るか、そのコントロールすることも今日の試合の一つの課題となります、はい、7人交代できるといえ、本当に飛ばしすぎるぐらいハイスピードで始まってますね。ボールは取っていいです。取って右サイド、2人がついている日本。10番のトッティ、はい、この存在をどう抑えるのか一つポイントですね。そうですね。ただもうこのクラスになったら誰に股を絞ればいいっていうことは非常に危険と思うんですね、はい、だから今のその全体的にねみんなでプレスをかけるっていう意気込みがあった方が僕はいいじゃないかなと思いますね。中盤でプレッシャーがなくなるとやはりトッティのこの長いパスとかですね、はい、本当にいいボール出てきますんでね、はい、このままこの時間に取りたいですよね、はい、1点上がっていきました。ここが上がっていく、クロスボールが入っていく、クリアした。最後は小野伸二、危なかった日本。最後ゴールキーパーは曽我畑、一瞬ひやっとしまった日本です。さあイタリア初めてのコーナーキック、今のシーンです。3番のココが上がってきました。そしてコーナーキックゴール前クリアします。後ろからまだチャンスがある。イタリア、日本守れない。曽我畑抑えました。イタリアも傘にかかると一気に来ます。あとは当然このレベルの相手ですから先に取られたくないですね、はい、もうできるだけ日本が先に取るということは一つの日本ができる守って逆襲するといういいサッカーができますからね、はい、先ほど松木さんが言いました、はい、まあ、悪い言葉で言えば本気にさせる。そうですね、先に点を取ること一つありますね、いやまだちょっとね舐めてますね、はい、もっとやっぱりこうていいと思いますよね。まずはこの戦いからというね、期待したいな。さあ今日の日本代表フォワードは高原と柳沢、そしてトップ下に森島、左に小野、右に畑という布陣です。最終ライン、今畑が上がっていこうというところ。後が右のウィングバック、あとはやっぱり引いてもまた上がるときの思い切って上がる。ちょっと攻められたらずっとラインを引いたまんまフォワードとバックのね、あんまり記録したら非常に日本は戦いにくくなると思います、はい、長いボールが入っています。森島が追っていく、中央高原が走っていきました。今のシーンでも高いボール来ても必ず体ぶつけてますんでね、日本の選手あれはいいと思いますね、はい、今度は長いボールまた裏に出してきます。一方の松木さん、はい、イタリア代表の日本のフラントスリーに対する狙いとしてはどうでしょう。いやもうまだ前線の選手がそんなに激しくですね自分から要求して動いているというシーンはあんまり見えないですね、むしろこう縦の楽なボールで自分たちが裏を取りたいというそういったシーンしかまだ見えてますね。ただまあ逆に言うと日本のね中盤がいいんですよ、ディフェンスがね。もう一つ見えるのはデルピエロが左に
すれば他の国でできる可能性があるっていうね、そういった気持ちもあってプレーしてるんじゃないですか。まあ、この相手をね、あれですか、ただやっぱりイタリアに勝って、要するにもしかしたらイタリアのチームが呼んでくれるっていうね、そういうところはやっぱり、ただどこが呼んでくれるっていうのはね、3バックは中央にネスタ、右にユリアン、そして左にカンナバロです。そしてボールはユベントスとデルピエロ、パンツで受け取っていいからのボールだ。後ろから行きます。ホイッスルはありません。デルピエロ得意の左サイド、しっかりとマークに行きます。2番のハト、ハトがついて一旦下げる。ここが行きます。取っていいから、ここもう一回取っていい、取っていい、倒された。6番のネスタラツィオ、だからあんまりあの活躍したからね、私はどっか移籍するっていうじゃなくてね、うん、今どうですかね、柳沢は J リーグでやっても、うん、ちゃんとできますから。そうですよ、ね、だからどの国に行っても日本でもね、やっぱり活躍するのはプロの一つの義務じゃないかなと思うんですね、うん、しかし本気にさせてくれてるのは間違いないですね、はい、特にちょっと当たり負けしてるイタリア、まあこの長旅ちょっと時差ボケをね、まあ、日本としたらうんとここをそれをハンディキャップとして利用したらいいと思いますね。カンナバロあたりはもう時差で一睡もしていないという話をしていましたが、逆に日本の1点がイタリアを本気にさせます。いや、ダイレクトパスが多くなりましたからね、これ本気ですよ、本気になってきましたよね、はい、デルピエロ、そして3番上がっていった、ここ止めました。日本最後は宮本、そして日本森島がボールを奪う、1点を取って手前に小野伸二、柳沢はファーサイド、柳沢がボールをもらう、中央に高原、高原待っている、バンツが通るか、通された、笛が吹かれました。大きな歓声、日本ボールです。柳沢精力的な動き、ここのところ J リーグでも非常に元気なところを見せています。柳沢、まあ、あの世界のレベルのサッカーではこのワンツーはね、まあ、90% は倒されると思えばいいと思いますね。絶対通されたらやられる、エリアの外だったらもう必ずオブストラクションしますね、はい、12番の小野がボールをプレイしました。日本が攻め込んでいます。稲本も面白いと思うんですよ、全くフリーになってますね、はい、裏に出してくる、クリアしましたイタリア、そしてボールイタリアがキープ。福澤さん、はい、堀池さん、ピッチのフリーキーですけど、はい、日本代表の方は伊藤テルと明神が軽くアップし始めました、はい、それとですね、あとイタリア代表がディビアッチョが少し足の状態が良くないということで、はい、ダネッティもストレッチを軽くし始めました。ボールはザンブロッタからのボールです。まあ、その控えで言いますと中田英寿が一体どういうタイミングで投入されるのか、そのあたりもこれからの時間帯楽しみにしたいと思います。今日はトップ下森島が起用されました。ボールは柳沢、中央に送ります、浮かせて稲本、裏に出してくる、さあこの位置高原が待っていました。ボールを待ったのはネスタ、上がっていく、上がっていくネスタ、ラツィオのネスタが積極果敢に上がっていきました。この人はラツィオ一筋、187センチ、非常に1対1に強いプレイヤーです。今倒したのは19番の戸田、19番の高原が倒していきました。イタリア代表の守護神はジャンルイジ・ブッフォン、そこから長いボールです。インザーギ、インザーギシュート、思い切って打っていきました。まあ、立ち上がりのイタリアと1点取られてから全然違った本物のイタリアに勝った。
今日の試合はね、イエローいくら出しても7人交代できますから、はい、ゴールキーパー1人、はい、フィールド6人ですね。ベンチもね、そのイエローカードのいつもの重みとちょっと違ってね、交代も十分できますから、ただやっぱりこれぐらいのファールさせるっていう、やっぱり全日本の激しさ、立ち上がりのイタリアがちょっと驚くのね、立ち上がりがあって、まあ、こういう試合になってきたなっていう、まあ、イエロー2枚も出てるところに結構日本がそう指してるということも言えるじゃないかと思います、はい、言いますね。そして今日は3番の前の試合で3番をつけました松田が怪我で出ることができません。今日は従って中央に宮本、左に中田、右に森岡という日本のフラット3です。従ってセルジオさん、はい、今日の試合というのは本当にワールドカップへ向けての大事な大事なもう一試合、そうです、そういった意味でイタリアを本気にさせている、もう意味のある1点だったわけですよね。そうですね、やっぱりイメージトレーニングよりね、はい、実際体を使って勝ったという事実がね、やっぱり一番自信に結びつくと思います。それとやっぱり今日の試合の立ち上がり、やっぱりフレンドリーマッチじゃなくて、やっぱり相手がフルメンバーで来てそれなりに激しい試合をやってるところがね、非常にいいシミュレーションになってると思いますね。ただ飛ばしすぎるということは疲れるということも忘れずに、はい、さあこれではトッティ裏に出してくる、ジャンルイジ・ブッフォンです。このゴールキーパーのブッフォンは今シーズンからユベントス、実にセリエ A デビューが17歳の時、その時は AC ミラン相手に素晴らしいセーブを連発しました。もう本当にゴールキーパー優秀な国でありますよね。そうですね、はい、しかしも17歳でこの身長ですからね、はい、もう本当にやっぱりパスタっていいんですかね。パスタがいいんですかね。パスタ食べればよかったと思ってます、はい。
ザーギー、前半での爆発はあるんでしょうか。ウドだ、スタート、崩しました。あわやオンゴールですね。そうですね、日本が攻め込んでいます。この柳沢のね、もう乗ってるっていう、その点取ったと同時に非常にキレを感じますね。なんか坂原が悪いプレーじゃなくて、柳沢が良すぎるから、はい、今日坂原がどこにいるんだってちょっと消えてるなっていう感じがしますね。逆に柳沢が目立ってしまってると。はい、はい、日本手前サイドからのコーナーキック、小野伸二、イタリアが守りを固める。ホイッスルが吹かれました。さあボールはインザーギ、リク・シュンさんです。
しています。アルバのカンナバロ、そしてゴールキーパーはユベントスのブッフォンです。イタリアはワールドカップ優勝3回、そしてここ3大会連続 PK 戦で敗れています。したがって今度こその思いがあるでしょう。上がっていく、外に預けた、この位置に3番のバルセロナ、ここ2人がついている、ハト、日本守りました。堀池さん、はい、ここまで日本の、まあ、最終ラインからの守備はいかがですか。今日は、ね、守備も集中していると思うし、ボールを奪う位置というのがディフェンスラインじゃなくて10番の位置なんですよね。もう一ついつもより高い位置で奪えるので、そのまま攻撃につながっていると思います、はい、あれじゃないですか、前線の相手の前線の選手がもう最初からポジションに入っているので日本のディフェンスはやりやすいんじゃないかな。本当にやりやすいと思いますよ ね。運動量も多くないですよね、あとね、グラウンド状態が今悪いですよね。なんで踏ん張るときに踏ん張りきれないっていうんですか、デルピエロとかが得意のペイントってのは出てないですね。高原がまた高い位置でボールを奪いました。小野伸二、あっとガッツーゾに当たりました。小野伸二上がっていく、ギビアッチがついている。小野伸二前を見てシュート、出るか、逃げ出した森島、森島チャンスだ、イタリカ、あっと、ちょっと今ライズマンが遅れてオフサイドでしたけども、小野の本当に小野らしいパスが通しましたね。ここね、小野からのボールです。ちょっとね、ライズマンがちょっと試合を見てしまったなって言われるんですけども、ライズマンも今日のゲームはね、見たくないですよ。そうですね今日のメンバーのほとんどがワールドカップ本番のメンバーであるとトルシエ監督も話しています。今日のメンバーは高原と柳沢の2トップ、トップ下森島、そして左に小野、右に鳩、ボランチに稲本と戸田、最終ライン宮本が中央、中田、そして右に森岡、ゴールキーパーは曽我畑という布陣です。この時間帯からイタリア代表がどういうことをしてくるか。日本代表最終ライン、宮本は判断を早くしなくちゃいけないということを言ってました。トッティからボール、裏に出してくる、まあ、確かに今日はグラウンド状態がやや柔らかいということもありまして、選手たちも微妙なコントロールをしなくちゃいけないという部分もあるんでしょうが、1対0と日本がリードしています。ただね、セリアではね、雨降ったりね、結構重い、はい、あまりコンディションが良くないところで試合やってますからね。森島上がっていく、後ろから鳩が追い越す、後にボールが渡った、かわす、コーナーキックに逃れました、イタリア代表。今森島の本当の持ち味が出た形ですね、はい、プレーはもう相手は嫌ですよね。本当嫌ですね、はい、小さく見えるんですけども、ああいう追い込まれた時に非常にこの細かい技術を持ってますからね。すごく懐がね深いですからね、森島の場合だから大きな選手を相手にしてもすごく引っかかりますよね。うまいですよね。小野からのコーナーキック、日本上げて後ろからシュート、戸田のシュート。今でも清浄さん、向こうのディフェンス2人重なったでしょ、これ。そうです、珍しいですよね、これ、はい、イタリアの重なったと同時にペナルティエリアの前のね、守り、本当に苦しい、重いっていう感じがしますよね。してますよね、まあ、当然ですね、昨日ついて、あんまり眠れなかった、まあ、それでここまでできるっていうのはやっぱりそれぐらいすごいチームであるということじゃないかなと思いますね。まだ時間ありますしね。そして日本また高い位置でボールを奪った、柳沢走っていく、チームメイト、そして前線に送ってインザーギ、倒れました。もう一回インザーギからガッツーゾ、 AC ミランです。そして10番のローマのトッティ、左に送って3番のバルセロナ、ここ中央にはトッティが待っています。ボールはデルピエロ、デルピエロ裏に出してきた、日本落ち着いています。インザーギがフリーでした ね、フリーでしたね、逆サイドで。ユベントスのデルピエロ、ジダンが抜けた後のユベントスを引っ張る存在です。まあ、前監督の時はこのデルピエロがトップ下に入ることもあったようなんですが、現在はもうトッティが完全に勝ち取りをしているという状況です。ネスタから
崩してね、まあ、オフサイドギリギリでしたけども、まあ、持ち味が出ましたね。いや、小野よく戻りましたよね、今ね、はい、左サイド。いいぞ。向こうサイドからコーナーキック。ヘディングは。曽我畑抑えました。曽我畑も、まあ、緊急招集という形ではあったんですが、ここまで、まあ、まずまず落ち着いてやろうと思います。ネスタが戻します。まあ、そこは落ち着いてるというより、まあ、あんまり脅かされてないという部分があるじゃないかなと思うんですね。まあ、特に強いシュートが来たんですけど、まあ、正面でしたからね。2本ぐらいありましたからね。そうですね、あれでちょっと落ち着いたと思うんですよね。そうですね、はい、外に開きます。追い越すのはここ9番のインザイギ。日本守備の意識高い代表が日本に対して先制されました。3番のバルセロナ、ここインザーギとデルピエロが中央。ここで日本奪ってどう攻めるか。後ろから行ったのはザンブロッタ、ガットゥーゾからユベントス、ザンブロッタ、インザーギが待っている。ここは上げさせません、小野伸二。小野いいですね、はい、まあ、フェンノルドでもね、左サイドを務めて、まあ、非常にあの激しいところでますます守りの方の、良さが出てますね。今日の試合は攻撃の面でも守りの面でも非常に活躍してますね、小野はね。コーナーキック入ってきます。おっとミスになった。取っていいからディビアチョ、ディビアチョ、日本守りからシュート、曽我畑抑えました。大歓声の中シュートを打ったのは4番インテルのディビアッチョ。ですからこの中盤の前線のトッティとかですね、他の選手がシュートを打つんではなくて、この中盤の一番後ろの方にいる選手がシュートを打たなければいけないシーンを作ってるっていうのはね、僕はね、いいディフェンスしてると思うんですよ、日本がね。ここまでは日本、まあ、狙い通りの展開と言っていいですか。と思いますね、はい、さあ試合は残り10分をもう切っています。あっという間の前半。なんとなんと日本代表が柳沢のゴールで1対0とリードしています。ご覧の今映りましたイタリア代表のトラバットーニ、心中やいかにリードされているこのアウェーゲーム、日本での試合です。イタリア右サイドから折り返す、また小野がいました。今日は非常に守備の意識が高い小野伸二。先ほども清水さんおっしゃったんですけど、ヨーロッパ行って帰ってきてみんな良くなるのは、やはりこういった守備の意識ラツィオに所属しています。
選手ですけども、やっぱりタイミングだとか入り方で全然違うんだなと。それとあの、さりなくつなごうとする意識がそのヘディングにこう伝わってきますよね。そうですよね。今いいプレーですよね。今日はトップ下に入っています森島、前半から精力的に動いています。まあ、こういう展開、今みたいに早く掘り込んできたら日本のバックラインとしては非常に守りやすいですね。はい、ちょっと前にね、あの 2,3 回繋いだ後にはね、ちょっと日本としたら良い注意ですね。早めに掘り込んでくるゴールにはそんなには怖くはないですね。さあ、前半このトッティを中心としたイタリア史上最強とも言われています、果たしてゴールを奪うことができるんでしょうか。そしてご覧の中田英寿の投入はあるんでしょうか。3番のポポ、そして前線へ9番のインザイ、後ろからもう1回ポポ戻してインテルのディビアッチョ、残りあっという間、トッティがボールを持った、さあ日本守りたい、トッティだ、トッティ要注意、シュート抑えました。最後は中田浩二、中田浩二が抑えていきました。トッティが自分で打っていきました。そして今度は右サイドから放り込んでくる、最後日本簡単にクリア、トッティからのボールです。さあ向こうサイドから今トッティのプレー映っていました。さあイタリア代表、もう残り時間がありません。またコーナーキック、このまま1点をリードされたままイタリアは前半を終えるのか。ご覧のクラバットーニ、イタリア代表監督、イタリアサッカー界を代表する名将です。そしてその舵取りを任されたのはこのトッティ。今ボールが2つ地内に入ってました。少しプレーが止まります。トッティからのボール、当然ですけども前半非常に飛ばした
あの試合ですから、ちょっとここに来てちょっと日本も前半は、まあ、1-0 でいいじゃないかという気持ちになってますね、はい、逆に要注意な時間でもありますね。もちろんそうですね、はいはい、後ろから行く、インザーギ引っ掛けて森岡、ガッドゥーゾが行く、さあここから粘って来ましたね、はい、ネスタから外へ開きます、柳沢、そして戸田が倒された、日本ボールです、まあ、ここはゆっくりでいいですね、はい、まあ、残りの時間を考えて、はい、今前半の44分経過しました。日本が1-0とリードしています、まあ、確実につなげばいいと思いますね。あんまりセラスゴールはこの時間帯はあまり良くないと思いますね、はい、インザーギが走っていく、ここはシンプルにクリアしました日本。今ね、すぐボール出してくれますからね、いくら遠くへ蹴ってもすぐボールから、はい、時間稼ぎには、はい、まあ、エネルギーもあんまり使わない方がいいと思いますね。今ロスタイム掲示されました、2分と提示されています。日本守り切ることができるか、森岡、しかしイタリア代表稲本から外に開いて森島、日本さあチャンスを作れるか、後ろから小野が行って稲本からのボール、森島が走る、ハンナボロ、そしてザンブロッタ、ユベントスのザンブロッタボールをキープ、インテルのディビアッチョから大きく左を送りました、3番のスペインリーグバルセロナでプレーしています、ここ11番のユベントス、インザーギ、デルピエロ、10番のトッティ、あっとトッティがなかなかリズムを作りきれません。今のディフェンスがね、本気出してきましたよね、あのボールを日本の選手に渡さないですからね。さあ前半ロスタイム、もうおそらくほとんど時間はありません。集中力をつかめたい日本、大きな日本コール、イタリア代表相手に果たして前半1-0で折り返すのか、日本コールが続きます。トッティ、日本に対してリードされています。10番のトッティ、森島がボールを奪う、
くやる場所じゃないですね、まあ、レフェリーが多めに見たんですけども、イエローを取られたらもったいないという感じがしますね。角田さん、はい、堀池さん、日本の方は今言われた通り田中、中田と鈴木が入りました、はい、でイタリア代表はトッティ行かれまして、ドニー、そしてディビアチョに変わりましてザネッティが入りました。ローマのトッティが前半で退きました。代わってアタランタのドニが入ります。今回が初代表。ちょっとね、レフェリーがちょっと試合を流してどっかでやっぱりちょっと日本の選手に注意してもいいっていうのはちょっと荒れるっていう可能性がありますね、はい、ちょっとファールが多すぎますね。その気合入るのはいいんですけども、これで喧嘩試合になったらもったいないって感じがしますね。右サイドから折り返してこのヘディング、最後はインザーギー。この人はヘディングも非常に強いものを持っています。なんか曽我畑がね、なんか手袋に磁石が入ってるじゃないかなっていうね。全部ボールがね、全部ボールがね、もう自分に向かっていってるという感じがしますね。前半もそうですよね、はい、何かこう乗ってる感じありますね。いいですね、はい。イタリア代表も前に来ています。攻め込んでいきました11番デルピエロ。司令塔のトッティはすでに退きました。先ほど右サイドからのボール、曽我畑が正面で抑えて最後は鳩が入りました。フラッシュがたかれる中、ユベントスのデルピエロコーナーキック、カーブがかかります。遠いサイド、シュートは後ろから、最後はドニーですね。ドニーですね、はい、交代したドニーですね、はい、日本同点に追いつかれました。競り負けた後のね、ここですね、もう鈴木が1点ですね、次の勝利がね、はいはい、競りました。その後がフリーになってましたね。そうですね、はい、いや小野がね、このボールを多分鈴木が取れると思って自分のもらうポジションに動いてるんですよ。そうですね、そこにやっぱりボールのプレッシャーが欲しかったんですけども、ちょっと前半には日本がいい時間帯で取ったけども、この後半にはイタリアが取ってね、はい、どうも今日あのゴールの裏の、今の得点のゴールの裏のお客さんもなんかあそこばっかり得点が入ってすごく嬉しいかなっていう、まあ、試合は負けてないんですから、ここからやっぱり日本の底力が出るか出ないかっていう、日本を試すという意味じゃないかなと思うんですね。試合は振り出しに戻りました、後半の立ち上がり。ただイタリア交代したメンバーがね、点取ってますからね、日本もこれからね、はい、変わった選手がね、多分活躍してくれると思いますよ。ご覧の選手はデルピエロ、そして9番後半から入りましたアントラーズの鈴木孝之、カンナバロがついています。そして中田、パルマ中田としては初めての日本代表、日本に帰ってきての試合です。パルマでは結果がなかなか出ていません。そして相手はセリエ A のスター選手がずらりと揃ったイタリア代表、中田にとっても期する思いがあるでしょう。そして中田、中田がボールを持つ、中田には厳しくいきます。
の人数が多いから、まあ、中田らしい思い切って打ってみた、次に今度細かいプレーがここから生まれる可能性がありますね。はい、角澤さん、はい、古池さん、あのイタリア代表のトラパットーニ監督なんですけど、はい、お願いします。あのドニはラッキーボーイだと、今回初めて選んでよかったと素直に喜んでるそうです。はい、やはりあのセルジオさん、はい、監督としてもその初代表を選んで、いやもうあの結果が出た監督はね、交代した選手が出たらみんなラッキーボーイって言いますよ。そうですね、はい、また裏を狙ってきましたイタリア代表。ただやっぱりあのトッティになかったスピードがね、まあ、当然日本のマークもやや甘く なってくる時間帯にね、はい、まあ、休んでるゾーンに非常に破壊力あるゾーンが入るっていうのは意味がある、はい、だからトラパトリ監督はね、結構試合の前半の読みは、まあ、ボランチの修正と、まあ、トップ下にもう少し破壊力ある選手が欲しいっていう交代だったじゃないかなと思いますね、はい、まあ、そこにザネッティとドニを入れたという、まあ、ドニがいきなり点取った、はい、ハーフラインあたりでちょっと修正が効いてるっていう感じのイタリアとしたら、まあ、この時間帯までは今の日本の交代よりちょっといいかもしれないですね。松木さん、はい、少し流れがイタリアに来ているだけに、あのイタリアが前半今、まあ、操縦者さんもおっしゃったんですけども、ね、はい、前半はイタリア の前線の選手が3人もポジション変えないと待ってたんですよ。ところがドニーが入って1列この下がったところから仕事してますんでね、はい、やっぱりその辺がねフリーになってるんですよね。ですから日本はやりにくいんですよ、はい、いわゆるトップ下の位置よりも低い位置でボールをもらっているのが19番のドニ、はい、でディフェンスに入った時もうほとんど4バックみたいになってますよ、はい、あのイタリアの方はね、前半とは随分変わってきてますね。この辺も前半は3バックで行きました。さあボールは稲本狙ってくる、シュートはうまく当たらなかった、もうちょっとねこの距離じゃなくて、そうですね、はい、あの焦らないで、あの鈴木もあのトップのね選手がちゃんとあの柳さんもそれてます、斧も上がってくるところにね、まあ、中田のロング、今の稲本のロング、もう少し繋いでもいいという感じがしますね。やはりあれじゃないですか、ヨーロッパの方であの辺からどんどん打ってくるシーンを見てるから、うん、そうですね、やっぱりあのそういう感じなんでしょうねきっと。倒れましたこの位置、5番の稲本、なんか前半でやられた分今度後半にあの、ね、やってた分後半にやられてるという感じがしますね。あのハーフラインのあたりのあのプレスの激しさ、これは間違いなくトラパトニ監督がハーフタイムに、うん、そうですね、前半のスタートでいけないんだと、ね、いうことは、ね、はっきり出てますね今のグラウンド、ね、そして一方のトルシエ監督もおそらく激を飛ばしたでしょう。後半追いつかれましたが、ここからが勝負日本。16番の中田浩二、中を見てふわっと浮かせる、イタリア守ります。さあこの位置に17番ザネッティから長いボール、インテルのザネッティから前線デルピエロが走っていきました。この今のザネッティ、角澤さん、あ、ごめんなさい、いいですか、はい、どうぞ、デルベッキオが交代で入りま す, あ、行きますか。20番をつけましたローマのデルベッキオが今フォワード入ろうとしています。どうやらデルピエロですね。あ、そうですか、はい、交代はということはこの後半はインザーギとそして20番のデルベッキオの2トップということになりそうです。まあ、インザーギが、まあ、あの真ん中に張って、まあ、デルベッキオがやいや左から崩していくという形じゃないかなと思うんですけど、非常に縦に強い選手ですからデルベッキオはね。そうですね、はい、そして高さにも注意です。そうですね、はい、そして今何か惜しむような歓声の中、11番のアレッサンドロ・デルピエロ、ユベントス、ゆっくりとピッチを後にします。まあ、トッティとデルピエロの似た技術の選手を交代して、まあ、非常に縦に強いという選手を入れてきたということは、やっぱりこれからもっともっと前に攻撃しに行くという、はい、気持ちの表れですね、はい、そして右からザンブロッタ、ユベントスが上がっていく、ザンブロッタぴったりと中田がついている、ザンブロッタキープ、小野も行きました、一旦下げて19番のドニ、アタランタから一旦下げてもう一回右送ります、小さく繋いでガッツーゾからもう一回ザンブロッタ、日本守りたい、集中力を高めたい日本、小野が落ち着いて前線へフィード、さあここから左へ松田、もったいないですね、この辺りのパスを大事にしたいですね。ワールドカップへの最終章第一歩、トルシエ監督も話していました、今日はどれだけ準備ができているかピッチの上で表現する、そういった試合だと話しています。トルシエ監督にとっても
ここは埼玉スタジアム2002、来年のワールドカップの日本初戦の舞台です。舞台と役者は揃いました。あとは結果を出すだけ。小野から大きな展開、13番柳沢。イタリアも落ち着いています。落ち着いて前線フィード、この位置に入ったままでのデルベッキを追っていく。4番の森岡がついています。20番のデルベッキを去年行われましたヨーロッパ選手権でも決勝でゴールを決めています。非常に高さのある選手。ボールは中田、外へ送って中田浩二、中田英寿、ここからどう作っていくか。長いボール、あー柳沢は繋がらない。奪いました。しかしこの辺りのカーナバルのあの迫力、はい、ですすごいですね。決して問題はないんですけれども、はい、松木さん、日本の攻めのアイデアなんですが、はい、やはりあの縦一本だと厳しいものがありますか。かなりねイタリアがディフェンシブにこう日本がボール持った時にかなりプレッシャーいいですからね、なかなか繋げないですよね。ですから今のようにこう中盤にボールが渡った後のパスを大事にしたいですね、はい、それも特に中田選手に ね早くボールが渡ればね僕は面白いと思いますよ。鈴木が来ました。攻める気持ちを前半から続けています日本。特に守ってる時は4バックみたいになってますんでね、イタリア、はい、前半とはちょっと変わってますよね。で攻めに入るとなんかこう人数かけてきますね。1対1、柳沢のゴールで前半先制。しかし後半の立ち上がり日本、ドニのゴールで1対1の同点に追いつかれました。7番ザンブロッタ、後ろから小野伸二が行く。ホイッスル吹かれました。イタリアボールです。じゃあこのザネッティとドニですか、はい、後半から入ってきたこの2人がやはり中盤でねかなりいいディフェンスしてますよ。後半から入ったこれは20番のデルベッキョ、19番同点ゴールのこの人がドニ。それともう間違いなく前半よりザンブロッタがもうどんどん右から出てきますね。そうですね、はい、この7番をつけました。今ボールを持ったザンブロッタ、非常にスピードがあります。角田さん、19番ドニ、はい、角田さん、カンパロが入ります。あ、カンパロ入りますね、はい、はい、そして稲本クリア。やや日本守る時間が増えてきました。今情報が入りました。15番のパンカロ、ラツィオのパンカロをここで入れてきます。ココですね。あ、左サイド変えますか。左サイドココと変わります、はい、3番のココに代わってこの15番、左も右もできる30歳、パンカロを入れてきました、まあ、ラツィオです。真ん中を修正して、まあ、ちょっと日本が引き気味でプレーしているところにサイドから崩すっていう交代じゃないかなと思いますね、はい。
シーズンからイングランドのボルトンワンダラーズでプレーしている西澤が投入されそうです。さあ西澤誰と変えてくるか。今前線には鈴木と柳沢という状況です。まあおそらく柳沢でしょうね。交代、はい、したばっかりの鈴木はちょっと怪我以外は考えられないと思いますね。山本、まあ、上がっていって右サイドからエグローという波動、すごい負担がかかったんですからね今日の柳沢にはね。まあ、前半相当運動量ありましたよね。ありましたね、はい。今背番号22西澤が柳沢と交代です。柳沢今日は見事にイタリア代表から先制ゴール。もういきなりねこのセットプレーで西澤が入るっていうのはここで点取るということは非常に、ね、大事ですね。柳沢に対する拍手、そして西澤に対する期待の拍手。今ご覧のココが下がってパンカロが入りました。イタリア低いボールでいきました。鈴木のシュート、こぼれ球。これで西澤の2トップ、左小野、右ハト、中央にキング中田英寿という布陣になりました。その中田、中田がふわっと浮かせる、裏を狙う、オフサイドでしたね、はい、オフサイドです。ちょっと森岡が残ってしまいましたね。最後森岡がセットプレーの流れで残ってました。今のシーン画面左4番の森岡上がってました。中田いいですよね。でも今、出すより打ってほしかったですね、もう完全オフサイドですから、打てばオフサイドになりませんからね、はい、イタリアとしてもこのまま引き分けで終わるわけにはいきません。落として小野伸二、いいですね。稲本ワンタッチ、いい展開だ。西澤、あっとここ激しくいった。7番のザンブロッタ、19番のボニー、ボールは西澤、激しくボールの攻防です。腕が疲れて日本ボールです。高田さん、はい、服部がユニオンになりました。あー服部、ここに来て運動量のあるプレイヤーを入れてきました。中田が行く、中田が行く、曲がります、小さく出す、ここは守りました。ただ今キーパー落ち着いてますよね、ブフォンね。まあ、当然あの辺りね、あの角度がないからね、はい、まあ、手使えるというのは有利だなという感じがしましたね。ああいうシーンもね、はい、本当は手をついてますね。自由だなと思いますよね。ブッフォンの存在でもう向こう10年はイタリアはゴールキーパー非常に安泰だというようなことも言われています。森岡から縦へ送る、中盤激しくなってきました。サイドから裏に出してくるイタリア、デルベッキョ、デルベッキョ、中央ヘッド、あ、危なかった日本。ボニーですね、狙いすま、狙いすぎたですね。今ニアサイドに1人いて、はい、手前サイドに狙ってました。もう完全インザーギに釣られて、ただドニーがね、幸い狙いすぎましたね、はい、そうですね。今抵抗をかけたのはインザーギ、はい、コースを狙いすぎて、もう完全今ちょっとやられたというシーンでしたね。もう完全にいってるんですよね、はい、これね。最後の精度がないところに救われました日本。長身の選手ばっかりをね、はい、どんどん入れてきてますんでね、やはり高さっていうものを意識しての交代もあります。
2000人近いと発表されています。日本のワールドカップ初戦の舞台、今もオフサイドですけどね、はい、ちょっとこちらのレフリーぐらいになってきました。ライズマン手前でザンブロッタが呼んでいる。ここでボールを奪ったのは4番の森岡。鈴木がボールを受けてここから上がりを待つ。あ、確かにちょっと上がりが日本遅くなってきたが、集中力を高めたい。この辺りのね、あの前半の猛烈なスピードが今の時間帯にはちょっと少なくなってきましたね、はい、ただセルジオさん、はい、本番ではこういう時間が絶対来ますよね。いや、もうもちろんです。ただその試合の運び方、どうしてもあの、はい、こういう相手で稲本を小さく出して、さあ鈴木チャンスになる、シュート、ブッフォンを抑えました。いや、いい角度で得意な足ですけどね。鈴木孝幸、今年、まあ、おそらく一番代表の中で台頭したのがこの男。この後半、西澤と鈴木のツートップに変わっています。明神ですか。そうですね、勝田さん、はい、明神が行きます。あ、明神が入ります。鶴城、はい、さん、やはり運動量の多い選手、多い選手。そうですね、はい、やっぱり7人変えられるという試合であれば、まあフルマラソン一人で走るより、はい、駅伝走ってるみたいな気持ちで、なるほど、スピーディーにね、交代しながら走るっていうのは当然じゃないかなと。当然あのワールドカップになれば7人交代できませんから、その試合の運び方の工夫も今日よりしなくていけないと思います。後に代わって明神が入りました。したがって右の攻撃的な位置、柏レイソルの明神が間もなくピッチ内に姿を現します。ただ来年のワールドカップには絶対今日のペースではスタート切らないと思うんですね、はい、あの真夏にすごく暑い時にやりますから、そうですね、はい、今日の気候は非常にあの走ってもそんなに消耗しませんからね、まあ、今の気候にふさわしい出足だったと思います。インザーギ徹底して裏を狙っていこうというインザーギ。インザーギは AC ミラン、そして一方の長身フォワードに入っています20番のデルベッキはローマ。まだ日本1点を取ろうぞ、そういう気持ちは失っていません。ハトですね。さあ、そして23番の明神、はい、入ります。後に変わりました、まあ、あの左サイドにね、休んでるあの途中交代のデルベッキョっていう非常に攻撃のサイドからの起点になっているところに休んでる明神入れるっていうのは、ここのもやっぱり相手に牽制するっていう交代ですね、はい。と言われています。このガッツーゾが上がっていきました。
しかしあのデルピエロとトッティがいなくなることによって、はい、試合の攻撃の運び方が全然変わってきてますね、はい、やっぱり大きく縦っていう空中戦っていう非常にその相手 の, あの味方の質によってまた戦術変えるところも一つの見どころですね。追っていきます。カンナバロ上がっていく、かわして繋いだ、イタリアが繋ぐ、日本危ない、カンナバロがここまで上がっています。上げてここは集中力高めたい日本。最後は14番伊藤照義。さあここから早く攻めたいです ね日本はね、はい、できればね、ビルドアップしたい日本。後ろから小さく出して中田英寿、外へ開いた6番の服部、もう一度中田が前線へ。あ、これは合いません。場内ため息が漏れました。まあ、あの森島がね、あのフォワードに変身して前に相手の一番嫌なところの裏入っていくっていうタイプと、生かそうとする中田がね、どうしても攻撃にちょっと前半と後半に大きな違いが日本に出てますね。日本としてもようやく今コーナーに逃れました。今ね、あの用事ですかね、あのこの辺りヘディングでは返せるんですね、はい、ちょっとルール忘れてしまったなっていう感じがしますね。さあ日本1対1の同点で残り15分を切りました。ただやはり日本はこのセットプレー気をつけなきゃいけませんよね。ここはかなりこれ集中してますんでね。特に後半はデルベッキオ、高さのある選手、今20番この人がデルベッキオ、高さのある選手を入れています。日本要注意。わーっと浮かせてゴール前、よし落ち着いています。いいですね、はい、曽我畑、あの一番ディフェンスラインが嫌だなというところにゴールキーパーがね出てきてくれて、はい、すごく助かりますよね。今のようなシーン手使えるわけですから。伊藤照義、中田英寿、4番の森岡、周りを見て21番の戸田の前、伊藤が行く、ワンタッチで行こうとしましたがこれはうまくいきませんでした。イタリア代表は先日ハンガリー代表を破って11大会連続15回目のワールドカップ出場を決めています。もうおそらく代表監督トラパッドーリも、そして選手も国民も優勝しか考えていないでしょう。来年のワールドカップ、このトラパッドーリ監督、数々のタイトルをクラブチームで手にしています。あとは代表チームでのワールドカップ。ザンブロッタから赤いボール、曽我畑が抑えます。日本リズムは失っていません。残り15分を切りました。ボールは中田、中田から周りを見て縦に送る、西澤下げて伊藤照義から外に開く、明神、もう一回かわしていく。さあチャンスか、左サイド服部が待っていた、カットしたのは7番のザンブロッタ、戻って服部がマークに行く。イタリアがもう一回チャンスを迎えます。右サイド20番のデルベッキオ、かわす中田をかわしたシュート。いや幸い右足の方に効きましたね、はい、切り返しは素晴らしかったですけども、ね、切り返しが得意な足だから、ね、シュートは得意じゃない方で良かったですね、はい、最後は、まあ、右足利き足でない方で助かりました。まあ、打ってくれて助かったですね。真ん中に全くフリーで上がってきたあのザネッティがいましたからね。果たして1対1の同点、日本が勝ち越すのか、イタリアが意地を見せて1点さらに奪うのか。残り時間まもなく10分、激しくなりました。西澤が倒された、倒したのはラツィオの、失礼、リバノをつけましたユベントスのユリアーノ。中田英寿この位置、前線に送ります。6番の服部、浮かせて鈴木が待っている。鈴木が行きました。ゴールキーパーはブッフォンです。イタリアはゴールキーパーは交代させません。このブッフォンが守ります。日本の前線の2人がですね、鈴木と、西澤ですか、はい、もっと僕ねゴール前に顔を出す回数を増やさないと、こうちょっと受けにばっかり回ってますよね、はい、ですから相手の裏を取るような動きが欲しいですよね日本も、はい、そうすると中田が生きてくるんじゃないかな。ちょっとあの動き出しの点で前線の2人、まあ、スピードも含めて
まだ足りませんか。あの同じような質ですよね2人とも、はい、この後半は西澤とそして鈴木が今の時間帯2トップ。じゃあこの後ボールは高田、さあどういう選択をしてくるか。今のも2人同じなんですよね、はい、前線の2人は中田がせっかくボール持ってるんですけどね。やはりあのどちらかが引っ張ってスペースを作る。いやもう僕もう勝ちに行ってますからね気持ちは、はい、そうですね。追っていきました21番の戸田。もう時間が徐々に10分を切ってきます。せっかくだから勝ちたいですよ ね、 そうですね。日本もう今日はワールドカップの本番、そういうつもりでやるとトルシエ監督も話していました。イタリアが裏を狙ってくる。さあデルベッキオ、ホイッスル吹かれて日本ボールです。デルベッキオ、ね、これハンドじゃなかったら PK になりましたからね今ね、はい、完全後ろから引っ張りましたからね。まああれぐらいの角度でレフトが工事がついています。あ、微妙ですね。拭いてくれてありがたいですね。ハンドという判定、まあ、違うじゃないかという表情を見せましたローマのデルベッキオ。高く飛んだのは9番の鈴木孝之。日本は鈴木と西澤の2トップ、トップ下に中田、まあ、両方ともスピードがある選手じゃないですね。大型選手でポストプレー非常に体を中心にやる選手ですから、柳澤がいなくなったことによってスピードを縦に出る逆襲のパターンがあんまりできなくなりましたね日本は、ね、はい、あと森島もいない分ね、こうスペースに出てる選手がいなくなりましたね。ですからどちらかがねそれ気づいて、まあ、普段は違うんでしょうけどもこういったシーンでね、はい、ちょっとこう気を使ってやるといいんですけどね。さあ1対1の同点、このまま日本代表1点を奪うことができるんでしょうか。特にこの中田からですよね、はい、その時のこの速いボールが出てきますからね中田は。ちょっと中田にかわいそうな気がしますけど、ボールをキープイタリア代表。さあ6万を超える大観衆の中、日本イタリア相手に1点を奪って後半追いつかれましたが互角の戦いを展開しています。試合はいよいよ大詰め、来年のワールドカップに向けまして日本この初戦の舞台でイタリア相手に大健闘。ゴールキーパー曽我畑、こちらも今日は見せ場を作っています。いいですね、あの落ち着いてます。特に高いボールに関して安定性がこの時間帯まで非常にいいですね、はい、さあ残り時間まもなく7分、前線からプレッシャーをかけに行きます。デルベッキオ、手前にはインザーギ、日本森岡が足を出す、後ろからザネッティが行きます。いいですね、はい、20番のデルベッキオ、この人の非常に高さが怖い、後半から投入してきました。186センチ、このデルベッキオの高さが、まあ、日本にとってはこの後半一つ警戒ですから。中山あたり、そうですね、中村俊輔もいますしね、流れを変える男中山、攻撃的に欲しい ね、 ね、この時間帯ね、さらに中村俊輔も勝ちましょうよ。これからの時間投入があるのか、中田浩二がクリアします。このね、あの時期にワールドカップの勝つと引き分けができたっていうのは全然違いますね。19番バット、ドニが倒されました。さあ日本ここから早く攻めたい。伊藤照義、西澤、外に開いて明治放っていく、鈴木孝之、中央、中田がポイントを指している。戸田から中田へ、中田前を向く、中田が前を向く、入っていった、外開いて服部、もう一回服部が上がっています。2人がついている間を抜こうというところ、ここは落ち着いてザンブロッタクリア。徳田さん、はい、堀出さん、中山行きますよ。あ、来ますか。中山ユニオームになりました。あ、ここで流れを変える男、中山が入りそうです。やっぱりぴったりでしょうね、このスペース出るには。そうですね、まあ、もう中山選手ならもう残り時間もずっといってますからね、はい、チャンスありますよ。当然イタリア代表ももう時差もありますし疲れもあると思います。一番嫌だと思うんですよね、はい、早く見たいですね。さあ日本ボール、後半の40
30分を回って残り5分、1対1の同点。中田がこの後半から入っています。日本絡んでいく。トルシエ監督、次のカードは中山ということになるんでしょうか。これはオフサイド。
たボールはね、決していいボールじゃないんですよ、はい、ただ彼だからね、今自分のボールにしましたけどね。